よろしくお願いします。こちら技の解明のため高見さんはスポーツバイオメカニクスの専門家永田先生を訪ねました。体ね、ちょっと浮いてるよね、はい、ここですよね、ほう、ここにもうこれでもかかったんですよ。ほらほら浮き上がったでしょ、重心が浮き上がってしまった。重心が浮き上がれば、はい、もうあとはちょっとひねるとか、はい、なんか方向を変えれば倒れてしまうと。物体は重心が低い時には安定し、高くなると不安定になり、少しの力が加わるだけで簡単に倒れてしまいます。この技の場合、相手の体勢を浮かすことで重心を高くすると同時に重心の位置を足より前にずらします。こうしてより一層不安定な状態を作り出しているのです。一瞬のうちに相手の体を押し上げ体勢を浮かすことでバランスを崩して投げているというわけです。しかし腕を押さえられた場合、力学的には不利であるにもかかわらず簡単に相手を押し上げられるのはなぜなのでしょうか。私がこうやって上げようとしたら、はい、同じ体格体力だったら絶対上がらないですね、これね。そうですよ ね、 そうですね、押さえてて思いっきりなかなか上がらないわけですよ、私の方は、はいはい、ところが相手上げというものを使うと簡単に押し上がるということですよね。一番最初体験されたのはここでも同じこといきなり体験普通抑えられます、はいはい、そうすると抑えるほど の田上さんとしては、これ科学ではフィードフォワードというんですけども、先を予想して、はい、どうせこうしたらこう来るだろうというある程度の予測があって体の力を入れますよね。相手を抑えるとき、人は無意識のうちに力をかける方向を決めています。それは相手が返してくる力の方向を予測し、その力に対抗する向きに力を加えようとするからです。フィードフォワードの予測とは全然違うことをまずするっていうところに秘密の一つがあります、はい、だからものすごく簡単にやっちゃいますと、はい、もう一回やってください、はい、こう来ると思います。これだけだってガクッときますよね。押し返してくる力の方向を予測とは違った方向にずらされると押すことができなくなります。これをこのままこうやりますと、はい、田上さんのフィードフォワードした通りの動きですから、はい、抵抗できます。抵抗してます。ところがですね、よろしいですか、はい、いいですか、はい、あれあれ、はい、お今同じ動きじゃないんですか。違います、よく見せてください。わざわざ露骨に動かします、はい、あれ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 はい、一番最初、はい、どうなったかって言いますと、こう下がっちゃった。ちょっと下げてるんですね。下がりましたね。視点が下へ下がりながら、下がりながら今度前の方に回ってきてだんだん上がってくる。ああ、はい、僕が思って支えようとしてる全然違うところから腕が動いてくる感じです。はい、その視点が止まってます。通常腕を押さえるときには相手の肩を支点とした腕の動きから生じる力の方向を予測します。そしてそれに対応する方向へ力を入れることで抑えられるのです。しかし支点が動くことで予測とは全く異なった複雑な動きになり、どの方向に力を加えればいいのかが分からなくなると一瞬力を入れられなくなってしまうのです。この技は微妙な一瞬の肩の動きで相手が力を入れられなくなる状態を作り出しているのです。例えばこの棒ありますね。この棒ちょっと今度さん握ってみてください、はい、しっかりと握って、はい、じゃあこちら向いてください、はい、で今握ってますよね、はい、でじゃあもっとしっかり僕の方を押してください。大丈夫？はい、全然大丈夫、押してください。はい、いいですね、そう押してますよね、はい、今今野さんが押せるのは、うん、位置と力をかける方向を河野さんが把握できているから、こっちに押せばいいって分かってますよね、だからこうやって押せるわけです。で、押しててみてください、はい、押してますよね、はい、でこれをですね、僕は一瞬にして視点をクッとずらす、今押せなくなっちゃいましたよね、はい、もう一回やってみましょうか、ちょっとグッと押してみてください、押してますよね、つまりこれで重心を崩しているということになるわけですよ。けど技の場合は、はい、かけられた瞬間にふっと手を離したらいいじゃないですか。普通じゃこれ倒れません。技がかけられるとき、なぜか投げられるまで手を離せません。一体どうしてなのでしょうか。これじゃ効かないんです、はい、と相手に、はい、僕は今とってもグッと押されたことで力を入れてますよね、はい、その力がこちらでいただきたいわけです、はい
腕を握られた状態で力を入れると握った側はどういう反応をするのか筋電図で調べました。すると握られた側が腕に力を入れるとおよそ 0.1 秒後に握った側も反射的に力を入れています。この力を入れ返した瞬間に技がかけられるのです。これは誰も持っている防衛反応の一つなの。防衛的なね。だから逃避反射とも言うわけですね。さらに人が何かを感知しそれに対し反応する時間を計測するとおよそ 0.3 秒かかります。岡本師範の技は相手を崩すまでに 0.2 秒しかかかっていません。かけられた技に対して防御の反応を起こす以前に投げられているのです。触ってスッとこうやって痛い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 。また掴まれてもいない手がまるで導かれるように動いてしまうこうした技も人間の生理的な反応を巧みに利用しているのです。こう入ってきてあれちょっと押し返そうって気持ち起きるわけですね、はい、一瞬、はい、これは気持ちといっても生理学です。心理学じゃないです、はい、一瞬のその生理的な反応としてこう起きるわけですね。でその時にこちら側がここにいればここにいれば普通です。これどうですか、はい、普通。ところがこうこうなるとなんでついてっちゃうんだろう、ここが上がっちゃうからです。こうこう、おっこう上がるから。うわ、ちょっと低い。人間の反射を巧みに利用してるんですね。そうですよ、うまく利用してるということですよね、うん、だから例えばこういうこともできる。もう一回ちょっとやってみましょうかね。しっかり掴んでくださいね、うん、いいですか。で、僕が引っ張りますから引っ張れないように頑張ってください、うん、いきますよ、はい、うん、もっと頑張ってください。いいですか、もっと頑張ってくださいね。あ、なんでなんででしょう、なんででしょう、なんでなんで引っ張ったん、なんで前に行ったん、あれ倒れた。しっかり踏ん張ってますよね。踏ん張ってる、踏ん張ってますよね。引っ張りますよ。大丈夫、頑張って、大丈夫。あれあれ、え、何何どうした、あんた何したい、何もしてないんです。実はですね、何したい、今最初僕の手をマサさんに握ったと、僕しっかり力入れてましたよね、うん、入れてた、入れてましたよね、うん、でそれをやっぱり持ってる相手も感じるわけです。感じる感じる。一生懸命握ってるわけですよ。である瞬間に僕が脱力をするんです。した。緩なった瞬間にね、こっちも緩なるんですよ。そこをふーっと引っ張られるからこういう風になってしまうと。なんで僕緩むんやろ。人間の体って倒れにくいって思うとややこしくなって、倒れやすいもんなんだという、バランスなんてすぐ崩れるんだと思い直した方がいいですね。そういうことですよね。なんかそんなこと感じましたね。ママさん、特に重心が上ですから、ね、バランスが崩れやすいですよね。うん、じゃあ私も達人になればもうマサさんなんかヒョンってヒョンってなるけども、達人になる頃は誰も襲いませんからほっといてダンさんってさっきの私にも、はい、はいはい、じゃあ僕の手掴んでみてください。いいですね、倒れないようにあれちょっと待って、もう一回もう一回、ちょっと待って、倒れないように、はい、待って、はい、行きましょう、はい、しっかり握って、はい、はい、大丈夫ですねどうしてなの。